はい。皆様、ごきげんよう、チューリップリンセスです。えっと、こちらは昨日の私なんですけれども、えっと、コーディネート紹介アップしましたので、見てください。もう見てくださった方、本当にありがとうございました。嬉しいコメントも本当にありがとうございました。えー、改めまして、新年明けまして、おめでとうございます。えー、本年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、たくさんの あの、おめでとうメッセージ。本当にありがとうございました。すごく嬉しく、あの、読ませていただきました。本当に今年も仲良くしてください。お願いします。えっと、今日はですね、あの、おせちをご紹介したいなと思いまして、あの、こちらを始めています。えっと、今年はですね、あの、おせち料理は、あの、仲良しの美粛女様から教えていただいたおせち料理をえ取り寄せました。 えー、2種類あるんですけれども、まず1種類目は、あの、これね、ずっと私も、あのー、食べたかった、菊の井です。菊の井のおせちね、なんか2年連続、あの、ちょっとね、買い逃しちゃったんですね。なんか、迷ってるうちに売り切れちゃって買えなくなっちゃったので、今年ようやく買えてよかったです。で、こちらは、えっとー、 えー、京都のね、あの、京都吉祥ですね。京都吉祥です。こちらはね、あのー、お雑煮なんです。えっとね、白い、白味噌のお雑煮。お雑煮付きとお雑煮なしとあったんですけれども、で結構ね、お雑煮が付くだけでちょっとお値段が跳ね上がっちゃうので迷ったんですけれども、でもなんか美味しそうだなと思って、せっかくなので、あの、お雑煮付きにしました。 はい、えー、こんな感じで、あのー、いろいろとね、あの、書いてくださっています。<laughs> はい、えー、こちらは、吉ウの方ですね。なんかね、二段重ねになって、これほんと一人から二人用くらいのものなんですね。こういうのがあったので、こちらにしました。これが、あのー、アッキングされた白味噌のお雑煮です。こちらが、えっと、こちら、吉ウですね。吉ウの、 1>, えっと1段目かなで2段目かなっていう感じですねこんな感じですでこちらがね菊の井ですね菊の井これもずっと気になっていた菊のね菊の井にね母と行ったんですね菊の井のお店が一応東京にあるんですけれどもそちらにね母とも行ったし あの、王子以外の人と行きましたね。<laughs> ちょっとあの、なんかアプローチしてくれてる人がいて、まあ王子とでもお付き合いすることになったのでお断りしたんですけれども、あの、この菊の井に連れて行っていただいて、あの、美味しかったので母とも行きました。で、ずっと気になっていたので、あの、ちょっとお写真の写りが悪いですね。こちらですね。これ菊の井ですね。この細長いお重に入った、こんな感じです。 取り直してますこんな感じですちょうどいい量でね2人分ぐらいかなちょうどこれ小さめのがあってね助かります私そんなにあのおせちがめちゃめちゃ好きってことはないのであの少しでいいかなっていう感じなのでねちょうどいい量かなと思います はい、えー、こちらはあれですね、吉ウの方ですね。ちょっといっぱいしつこくお写真を撮ってしまったんですけれども、この正方形の方が吉ウ、えー、で、細長い方が効くのい,いですね。っていう感じでした。これ昨日のラジオですね、私の。はい、えー、これもなんか色々コーディネート紹介を撮ったお写真になります。 あ,ありましたで今日今朝食べたのがあの昨日ね実はもう夜から食べてましてえっ、ー、とこちらも朝も食べてこちらはえっ、ー、と菊の胃の方ですねだて巻き入ってます <laughs> でこちらがキッちョウの方ですでこうやってのこんな感じで白味噌のあのー、これで最後ですね白味噌のえっ、ー、とお雑炊お雑炊じゃなくてえっ、ー、と お雑煮もいただきました。この白味噌のね、あの、お雑煮も美味しかったです。本当にどっちもあの、美味しかったんですけれども、どっちもさすがのお味だったんですけれども、個人的にはあの、菊の井が、あの、薄味で上品で、あの、好みでした。